キングズキャニオン国立公園の位置キングズキャニオン国立公園は、シエラネーバダ山脈南部、カリフォルニア州フレズノの東にあるアメリカ合衆国の国立公園である。名前は、国王の谷という意味である。1940年に設立され、1869.25、軽平方メートルの広さがある。 2006年の来園者数は552,766人である。公園はセコイア国立公園に隣接している。二つの公園は国立公園局によって一つの単位、セコイアキングズキャニオン国立公園として管理されている。キングズキャニオン国立公園は二つの地区から成り立っている。小さい飛び地となっているグラント将軍の森地区は 有名なグラント将軍の木がある、グラント将軍の森と世界に現存する中で最大の天然のジャイアントセコイアの森である、レッドウッド山の森を含む巨大なセコイアの森を保護している。公園のこの地区は、ほとんど新興根降臨で、舗装された道路で簡単に行くことができる。キングズキャニオン国立公園の残りは、公園の総面積の90%超を占め、 グラント将軍の森の東に位置し、キングズ川の支流サウスフォークとミドルフォーク、サンワー・キン川の支流サウスフォークの源流を形成している。キングズ川の支流サウスフォーク、ミドルフォークにはいずれも大きな氷河国がある。キングズ・キャニオンとして知られるサウスフォークの谷の一つが公園の名前となっている。ギネスブックによると、キングズ・キャニオンは最深部の深さ2 4トルで、 米国でで最も深い峡峡谷谷ある。峡谷は氷河によって河口岩から削り出されたキングズキャニオンとその開発された地域であるセダー森が公園の主要部のうち自動車で行ける唯一の場所であるキングズキャニオンとミドルフォーク側にあるその双子であるデヒピテバレーは氷河のヨセミテ 比較的平らな平面と高さ数千フィートの切り立った花崗岩の崖を持つ深く刻まれた氷河谷である。公園の奥地にあるクラウドキャニオン峡谷の東方には公園内の最高地点、高さ4341メートルのノースパリセードを頂点とするシエラクレストの後方がある。ここは典型的なシエラ、 高山地方荒れたツンドラの尾根と氷河に侵食された湖の多い盆地である。通常6月下旬から10月下旬の期間だけは雪は降らない。高山地方は徒歩または乗馬道で飲み行くことができる。シエラネバダ山脈の尾根は、北はゲーテ山から、南は、セコヤ国立公園との境界のジャンクションピークまで、公園の東の境界を形成している。 尾根を越えて公園に至るいくつかのよく利用される峠には、ビショップ峠、タブース峠、ソーミル峠、キアサージ峠がある。いずれの峠も高度3400メートルを超える。キングズキャニオンは1800年代半ばから白人入植者には知られていたが、ジョン・ミューアが1873年に初めてこの地を訪問するまで注目されることはなかった。ミューアは、キングズキャニオンが、 ヨセミテ教国と似ていることに喜んだ。というのは、その類似性が二つの教国の起源に関する彼の理論を強化するからである。彼の理論は、ジョサイア・ホイットニーの当時受け入れられていた理論と競い合い、後に正しいことが証明された。すなわち、いずれの教国も最後の氷河期に巨大な氷河によって削られてできたというものである。 キングズ・キャニオンの未来は50年近く不確かなものであった。ある者は他人の生誕にダムを建設しようとする一方、他の者は公園として保護しようとした。論争は1965年、他人がテヒピテ・バレーと一緒にすでに存在していたグラントの森国立公園に編入された時に決着した。公園はセダー森の多くの施工屋を保護している。 ありがとうございます。